はい、ちょっといつもテンションが違うな。はい、16対9の資格の中に生きる妖精です。今日はですね、イベントあるイベントに、お邪魔させていただいてまして、で、そこでカップ麺、いつものねカップ麺、中西のカップ麺を今から、ベスト5ということでやらせていただきます。じゃあ参りましょうか。参りますはい、あ、カンペ忘れた。カンペどこ行った？サップカンペがない。あれか、カンペがない。ごめんなさい。よし、ちょっと舞い上がってますね。すいません、ちょっと水飲んでいいですか？ダメです。なんで水飲むんですか？緊張してるじゃあ、はい、行きます。3、じゃあお願いします。3、2、1。はい、いただきます。カップ麺ですね。第5位ですね。日清有名店シリーズ、東京小石川魚雷稲庭中華そば。稲庭うどんのような鶴見のある麺と魚介、鶏だしのダブルスープって書いてあるんですね。これはですね、本当にね、鶏の脂のね、甘み、これがね、魚介が入ってると、なんていうんですかね、結構ね、主張してくるというか、なんですか、歌舞伎役者が見え切ってるみたいな感じのね、ものすごい前に出てくる感じがあるんですけど、でも本当にその鶏の甘みが、その、ね、その感じを和らげてくれる、ね、いい具合にね、調和するっていうね、これはね、いいね、なるんですよ。ただね、ずっとすすってるところだけをループしてる。そうそう、こういうもんですから、こういうもんですただね、この麺がね、稲庭うどんっていう感じかっていうとね、あんまりそのつるみとかね、そこまで感じなかったんですよね。あー、ごめんなさい、次いっちゃうか。第4位になりますね。第4位、岐阜タンメン、これはスガキ屋プライムワン、サンデーサンクスで置いてるもんですね。岐阜タンメン、これ美味しい。これうまそうですね、確かに。これ美味しいですよ。スガキ、スガキ屋、いわゆる中華料理屋さんで出てくる、ね、ラーメンってあるじゃないですか。化学調味料がまあ割と入ってるな、まあそういう感じもあるんですけど、野菜のうまみとかね、そういうのもあって、だからこのあと辛味庵っていうのが、なんかね、すすってる音がすごく中西さん邪魔してる気がするんですよね。辛味庵っていうのはね、唐辛子の、辛すぎず唐辛子のうまみをね、うまいこと出しててね、このスープの中にいい具合に溶け込んでね、で美味しいんですよ。これ麺がまたこれいいんですよ。この縮れ具合、口の中にスープと一緒に入ってくる感じがすごくこの麺がいいんですよ。これ美味しい。これ本当おすすめですよ。はい。大好き。引き切れすんな。はい。大好き。大好き。はい。明星高級つゆそば中華三昧、ラージャオパイタン麺、フォアジャオが香るラージャオ湯付き。野菜と麺をスープで煮込むって書いてある。持ってますね、これは。これ自分でね、こんなのあるんだ。横のチャーハンなんすか、これ。これ僕特製の魚粉チャーハン。魚粉チャーハン、そう、それこの器。器これね、あったかいやつ、ね、冷めないやつね。冷めないですね、はい、で、これね、旨味が優しい。ラージャオ湯っていうのはね、旨味が優しい、辛味はあるんですけど、でも、フォアジャオ、花椒か持ってきて、辛みもあるんですけど、旨味自体はね、なんか優しいんですよ。なんすかね、なんて表現したらいいのかってわからない。チャーハンが中西さん邪魔してる可能性があります。クリームソースの中華的解釈みたいな、なんかそんな感じで、だからお肉美味しいんですよ。いや、とにかく優しいからね、食べてみて。はい、第2位、はい、日清ですか。これは日清エビそば一元のエビ味噌ね。はい、これ美味しいんですよ。これローソンにしか売ってない。これチャーシューがね、カップ麺にしては分厚いんですよ。でこれスープがね、エビをこうね、なんで笑われるのか分かんないですけど、エビを、いや、同じですよね、食べ方が全部。そのクオリティすごい。全部僕が食べてるんですよ。ずっと一緒。いやいや、このスープがね、エビだしって結構エビエビして、なんていうんですか、絵が全く変わらないけど、カップ麺だけ変わってくっていうね。ワンマン社長みたいなね、エビのね、はい、顎で人を使って、人を従業員を押さえつけるみたいなね、そういうね、感じの、エビだしの
ラーメンっていうのはよくあるんですけど、これはねすごく仲良く、あのエビと味噌とあの他の豚骨か、これもね旨味が優しいんです。旨味が優しい、はい、あ麺もいい感じでね、あすごく おすすめです。はい、第1位エースコック、甲子園焼きそば、これ1位ですか。はい、甲子園球場監修ですね、これね、これね、美味しいんですよ、これすごい球場が監修してるんですか。意外ですか、これ美味しいんですよ。あのね、酸味、ソースの酸味がすごくいいんです。これ僕ね、あのね、あの焼きそばね、あ何これ絵変えてきてる。尺の問題です。あの麺もねすごいしっかりしてて、あのこしがあって、どんどんゆっくりなってる、すごい美味しい。汚いな、もう本当このね、僕この酸味がすごい気に入ったんですよ、甲子園の酸味、ね、うん、僕の好みですけどね。でもすごく美味しい、よくできてると思うんです。本当にね、あの本物というとあれですけど、のような感じがしますね。酸味が特徴的ですね、はい、酸味酸味すごい美味しいんですよ、できますよ、来ますよ。殿堂入り、殿堂入りがあるんですよ、はいはいはい。エースコックエスニックファントムヤム風焼きそば、あうまそう。酸味と辛味を楽しみ、これはうまいな、ね、これうまいでしょ。これはね、うまいんじゃないですか、これね、うまいですよ。どうすか、これもね、あのね、なんですかね、あのどう表現するの、何味ですか。トムヤムクン味でもちょっと違うんです、なんかちょっと違うんですよ、あの、まあ、辛いですし、エスニックな感じ、いろんなね、スパイスですか、効いてる感じ、魚醤も効いてますし、うん、はい、うん、でそば水のクオリティは本当変わらないですね。うん、これもね、旨味が優しい、旨味が優しい、旨味が優しい、よく言いますけどね、うん、僕よく言いますけど、旨味が優しい、だから化学調味料のね、あの味って旨味ってすごく暴力的というか、はい、ね、あるじゃないですか、うん、そういうんじゃないっていう意味で優しいっていう、なるほどね、はい、もう終わっちゃいますね、ね、これ美味しいんですよ、本当にね、これでもこれ麺もね、ちょっとね、うん、まだ続けますけども、うん、麺はね、あのね、あの軽いんです。でもコシがあって、ちょうどね、なんていうんですか、ちょっと安っぽい麺なんですけど、そのちょっとビーフみたいな感じとかですか。そう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 、だからアジアのそういう感じに合ってるなっていうのがあって、うん、美味しいんです。殿堂入りです。殿堂入り、はい、すっげえ汗かいちゃってありがとうございます。すいません、以上です。まあじゃあまあじゃあまあじゃあ一応挨拶しておかないとね、アップロードするもんですからね、まあじゃあ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。